どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと、こちらの初めてウクレレコンサートモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していこうと思います。さあ皆さん音楽を始めましょうと、その前にちょっと2つお知らせです。まず、イベントいきますように。2年ぶりのガズレレのイベントライブショーでございます。はい、8月18日仙台、9月の2日名古屋、9月の9日の東京と10月21日の大阪をありがとうございます。チケット完売、ソールドアウトでございます。でも大丈夫、さっきの仙台と名古屋まだ受付中です。そしてもう一個、11月2日結構先ですけど横浜でもイベント開催されます。ぜひ皆さんあのグルメツアーとお紐付けて来ていただけるのすごい最高かなと思います。待ってます。もう一個のお知らせはこの本、紫色の本がもう絶好調でございます。 Amazon でもベストセラーをいただいております。これ100曲入っていて楽しい楽譜の本になってますので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。さあ今日もウクレレッスン始めていきましょう。今日はですね、今めっちゃ熱い曲いきますよ。今日取り上げている曲はこちらです。ドーン、エジソンという曲で、水曜日のカンパネラ。これがまた不思議な音楽ユニットでございまして、あのユニットなんですけど、ボーカルの方がですね、ウタハさんという方が歌っておられるこのエジソンという曲がですね、今じわりじわりどころかもう爆発的ヒットを TikTok 中心にしてゴーッと来てるんですよ。この曲はですね、すごく哲学的であり乗れるし、もう覚えちゃうんですよね。これ癖になる曲。なんとこれコードはですね5つなんですけども、ほぼ4つなんです。入門コード4つなんです。本当これはですね、ハマる曲なんで、じっくりやってみましょう。ただしですね、かなり言葉の早い曲でございます。ちょっとね、これはね、なかなか面白い。言葉のリズム大事になりますよ。はい。いつものように2バージョンでやっていきます。最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやります。ウクレレはこの初めてウクレレコンサートを使ってやろうと思うんですけど、ゆっくりバージョンでもなかなかこれ歌うのはですね、リズム感に必要になりますからね。後半はそこに来て、もう悶絶のリズムが登場です。あのファンキーなキレキレのね、この もともとこれドンツクドンツク系のこの EDM っぽい感じですんで、その感じをこうウクレレで16ビート再現しながらも、あの速いラップのとこもやりますからね。はい、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってですね、聴くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。今まで音楽やってみたいなと思ったけどなかなかチャンスがなくてという方や、挑戦したことあるんだけどもう挫折しましたみたいな方、あっという間にできるようになるのがこの今ご覧いただいているガズレレのウクレレの方法なんでございます。もうちょっとしたらですね、ここにねリンクを貼ります。やってみたいなと思われた方、ぜひここに行ってみてね、やってみてもらいたいんですけど、このリンク先はですね、こうリストになってまして、上から順番に動画見てウクレレ触ってるだけでどんどん演奏できるよということなんですけど、これがものすごい勢いでもう皆さんにあのシェアされておりまして、もう何十万人の人がウクレレで音楽スタートしてます。皆さんすぐできますからね。それではここのリンク、いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた曲もう1800曲以上、課題曲もあります。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。いっぱいあるんで、もしね、こんな感じで調べてみてもらうの最初いいかもしれないです。やってみたいなと思う曲名と、スペースガズレレと言って、YouTube で検索する。これがね、いいかと思います。さあ、それではやってまいりましょう。水曜日のカンパネラ、エジソン、ガズレレ的、超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。ワン、ツー、踊る今があったら発明して、歌う今があったら発明して、ライブをブッキング決定発明して、そんな発明王に俺はなる。踊る今があったら発明して、歌う今があったら発明して、ライブのブッキング決定発明、自尊心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 、自尊
ンパネラ、エジソン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。今の4つ弾きでね、コード見た？めっちゃ簡単でこれ嬉しいでしょ？これはコードは簡単なんです。これ同じコード進行、基本的にぐる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 回してるループの中でですね、これやってる循環コードぐるぐる回しながら、この歌で展開持っていくって感じなんですけど、この歌の途中のこのラップのところと、幼少期の頃から家で聴いていた音楽がハウスミュージック、サブスクのプレイリストで、この辺のラップのね、これはもうノリで体でこうリズムをね、こう、ビートをこう、なんつうの、それこそこう刻みながら歌わないと、リズム、言葉合わないから。これはよく聞いていただきたいんですけど、でも普通のとこもね、踊る暇があったら、このリズム感とか、音程も難しいですよ。踊る、え、自尊、自尊心、この音程の標高差。これもなかなか現代的でございます。これはね、かなり歌ね、ハイレベルだと思います。まあでもその分、ウクレレの今4つ弾きだったら、こうは弾くのは簡単ですから、はい。ちょっとじっくり取り組んでいってみてください。そして今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。本来はラップのパートの YouTube をみたいなのがまた入るんですけど、ちょっと今回はですね、まあウクレレ練習用ということで、1番のラップの部分と、こう、サビとエメロみたいなのを繰り返したというような、オリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。私全部やってみたいなという方、まずは最初は今のガズレレバージョンで練習してもらって、慣れてきたらコード進行、1番と全く一緒ですから、自分でこう書き出してですね、自分で作った楽譜を見ながら練習していただくのがいいと思うんですけど、まずはガズレレスタイルのこの簡単バージョンで練習してください。ここに全ての要素がね詰まっているんですから、はい。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますんで、じっくり見てもらって、ウクレレの練習を始めてもらって、1個目のゴール設定としては、まずは簡単版のガズさんと一緒に合わせて演奏できるようになったらもう素晴らしいと思います。これでも難しいと思うけどね、はい。できるようになった方もおめでとうございます。次のステップに行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出す、これをやっていただきたい。音楽を生み出す、これをやっていただきたいんですけど、最初からこれ歌詞とコード丸暗記するのはなかなかこの曲にとってはもう特に大変だと思う。まずはこう楽譜的なものを見てですね、何回も何回も楽譜見ながら練習して、いずれは自分の中に体に落とし込んで覚えちゃって、それこそ晴れた日に外向いてね、もう実存心ってやりたいわけじゃないですか、はい。それを目指したいんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今ガズの演奏はですね、はい、このいつも書いてる手書きのノート、今も32冊目ですに書き込んだこの手書き楽譜を見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたエジソンを含むガズが今まで、書きまくってきた膨大なね、ノート楽譜のね、ストックがあるんですよ。山盛りです。その中から皆さん毎月5曲、あ、この曲私やりたかったんだよね、この憧れの曲や試してみたいみたいな感じで5曲お選びいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただけて、すぐにウクレレの練習が入っていけるよということなんですけど、この楽譜もちろん全部の動画がですね、この楽譜にちゃんと紐づいてますから便利ですよ。すぐ練習してスタートしてください。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月の590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね、はい。こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとね、ラジオ配信をしてるんですよ、ガズって。毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称して、ガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあ、それでは楽譜の方を見ていきましょう。エジソン、水曜日のカンパネラでございます。ウタハさんのね、あのキャラクターとか歌声とか、あとダンス、エジソンダンスなんつうのがあるみたいな足技がすごいんです。はい。まあ見ていきましょうと。
はい、これまた一応 A ってサビって書いてあるんですけど、これちょっとなんて読んでも全部サビみたいなところあるんですけど、まあ一応こういうふうに分けておきましたと。これが印象的ですよね。踊る暇があったら発明して、コード進行は嬉しいやつ。ただしこの言葉のリズム要注意ですからね。はい、こうやって今から写しておきます。で、これね、時間ある方はこうやって写してもらいたいんですけれども、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんが今写しているノートとデータそのものを、スキャンデータそのものをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ便利です。まずですね、ガズのノートの特徴見て、この踊るのるの上に点が書いてあるでしょ。あの上に点が書いてあるでしょ。これでつの上に点があるんです。これね、踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発、これ、全部これでリズムが取れるようになってます。これがね、なかなかね、深いんですよ。あと歌詞カードには出てこない伸ばすようなところの表現とかも、こうね、伸ばすマークとかも出てくるんでね。これはガズレレの楽譜しか出てない表現でございます。ぜひ参考にしてください。で、ちょっと楽譜の特徴なんですけど、ちょっとこれ見て、最初はこれ、これなんですけど、2回繰り返します。同じ歌詞で。はい、OK。して、ここのサビなんですけど、これも、この行を2回繰り返します。で、これね、動画とちょっと示し合わせてもらったいんですけど、ここ繰り返しのところは1回しかやらなかったりとか出てくるんで、その辺ちょっとね、臨機応変に見といてください。じゃあ、まずこうやって写しておきますんで、こうやってちょっと書いていってくださいと。まず、この A メロのところと、こことここだけちょっと注目しておいてくださいね。ここが繰り返しで何回も出てくるから、後でも。はい。ほんでね、これがまずいわゆるラップなんですけど、ワンブロックこれですから、もうラップだから言葉入りきんない。1234、1234。幼少期の頃から家で聴いてた音楽はこれでかかっちゃうわけですよね。だからこれは相当でっかい、ワンブロックでっかくなってるよということで、歌詞を書き込むためにこういうふうに書いておりますということです。ラップのところだけこう写しておきます。一時停止で書ける方は書いてください。OK かな？はい。そして、はい、ここですね。はい。サークルでの宴会芸のとこですね。サークルでの宴会芸でバンドやってたら売れてしまいましたみたいな、そんなんかすごい歌詞だなと思ってましたと。はい。で、これでやったらですね、今度は、ここを見てもらいたいんですけど、サビ絵だ。サビって書いてあるでしょ。ここのサークルで宴会芸やったらミュージシャンになったよというところから、この、ここに飛びます。ここ。はい。踊る絵、自尊、自尊心、歌う絵、これ2回繰り返して、で、ここのとこね、止まったり止まんなかったりっていうのは、ちょっと動画で見てみて、これも結構ね、ムードです。聞いた感じの印象ですから、ガズのね。そしてやったらですね、ここまで来たら今度は、ちょっとここに書いてあるんだけど、この、感想に行きます。サビやったら感想。だからこういう風に、ここのサークルでの宴会芸でバンドやってたらミュージシャンになりましたというところでサビをやったら、今度感想として、でんでんでんて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 、あの印象的な感想、Dm、ここでね、初めて5つ目のコードが出てくるんですよ。で、これが Dm 出てくるだけ。で、これも2回繰り返したら、今度見て、また A やってサビやったって書いてありますね。A っていうのはこれです。はい。踊る暇があったら、発明して、ここにやって、これは繰り返しの時はこれ1回だけ、1回というか最初は2回やったけど、そして、またここ、サビ。これは2回繰り返して、そして、最後もう1回、この感想ラストとして、この Dm と Em7、でん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 で、これをやって終わるよというのが、ガズレレオリジナルの、エジソンのアレンジでございます。ちょっと参考にやってみてください。はい、出てくるコードをご紹介です。見てください。コード5つですよ。はい、言っていきます。Am と F と G7 と Em7 と Dm。Dm は本当この感想とエンディングでこれ1回出てくるだけだから。まあまあ、これは5つはもう嬉しいやつよ。はい。一応、これ紹介させてもらいたい。これはね、もうマジ超簡単コード。このグループ。ガズレリースコードのもちろん仲間なんだけど、今日は5つだからね、これ紹介するのもあれなんだろうなと思って、一応紹介させてください。このね、ガズレリースコードっていうのはね、このちっちゃいクレード音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループがあるんです。10個もあるのかと思うかもしれないけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃ簡単。なんだけど、いっぺんに覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前がもう全然結びつかなくて頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。ここに、その動画のリンク貼っとくんで、10個のコード覚えちゃってください。今日そのうちの5個です。しかも、ほんと今日はその中でもね、超絶入門コードばっかりなんで、これはね、皆さん、ラッキーですよ。コードは簡単。ということでございます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説にどんどん入っていくぞということなんですけど、何回も言ってますけど、これ歌なんです、この曲は。まずこの最初のね、踊る暇があったら発明して、この、してって、低くなるでしょ。これ難しい。
知ってだったらできるんですよ。踊る暇があったら発明して歌、このねえとこの下がるのがね結構難しい。歌ってみたらわかるけど、で歌う暇があったらこの上は行くんですよ。高いところと低いところのこの音程の標高差が、ね、半端じゃないですから。このその次もね、さっきも言ったけど、踊るえ自尊自尊心、このね上と下、この音程が低いところから高いところにポンと飛ぶときに、ね、これがもう難しい。これがちょっと夜遊び的というかですね、これがもう令和のアーティストのね、これ歌の感じかなというか思いますけどね。あとはもちろんこのラップのとこ、幼少期の頃から家で聴いてた音楽をハウスミュージック、サブスクのプレイ、これはもうね、体でこうリズムを取らないとです。一言間違えただけでリズム、置いてかれちゃいますから、よく聞いてやってみてください。これやっぱね、ストーリーで覚えちゃうといいと思いますよ。なんか、幼少期の頃から家で聴いていた音楽はハウスミュージックなんだなっていうふうに僕も覚えました。はい、とにかく歌をじっくり聴き込んでね、ちょっと練習してみてください。はい、そしてですね、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンもなんと出てくるコードは全く一緒。じゃあ何が違うかといったらもう、つまりこれですよ。弾き方が違います。これ今日は例のあれですよ。今日出てくるリズム、これ、はい、まず前半の一番最初の入りだけは8ビート、はい、その後はずっと16ビートのチャットカッティングと合わせ技ミックスの超絶ファンキーなあのやつです、あれ、はい、これはねちょっとまずやってみてもらいたいなと思って、まずねちょっと最初に一番最初はね8ビートで曲が始まろうと思うんでね、最初ちょっとおとなしく感じるわけ、歌が入るとき。ちょっとじゃあイントロやってみると8ビートで踊る暇があったら発明し、こんな感じでソフトに始まって、で後半から踊る暇があったら発明、こんな風にファンキーなリズムに入っていきたいなと思うんですけど、このあとはずっとそのリズムでねビート渋打ちみたいな感じでいきたいんだけど、最初の8ビートはまあ簡単だと思うんだけど、16ビートのちゃんとカッティング、一応これ基本はですね、ちょっとここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、そこにね全ての今映ってる弾き方の基本が動画でもすでにアップロードされてるんで、じっくりちょっとやってみてください。でこの問題はですね、この16ビートのちゃんとカッティング、ちょっとここのとこやってみると、これでやりたい、これテンポもかなり速いんで、これは難しいですよ。踊るえ自尊自尊心、歌うえ自尊自尊心、ここ見た、このカッティングっつってる、これでね、これキレのある16ビートの速いでしょ、これを表現したいですね。これめっちゃ難しいんで、今日いいのがあります。この動画撮ってます。このリズムだけをめちゃくちゃに解説し、詳しく解説してる動画、これチューブのシーズンインザサンで別撮り編にしたリズムの勉強なんだけど、この動画のリンクをちょっとここに貼っときます。概要欄にもちろん貼っとくんだけど、ここのパターン1というリズムパターンでございます。はい、そこでちょっとこの動画めちゃくちゃ役に立つと思うんですけど、まずこのねパターン1をやる前に、さっきリズムはここだっていうところで16ビートとカッティングの基本を知らないとこの動画も役に立ちません。そこでも言ってますけど、まずは基本ですよ。やっぱりだん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 こうステップアップするようにこのリズムをつかみ取っていってください。なんで今日はこのリズムはですね、この今紹介した動画に託すとしてですね、ちょっとここは練習していただいてやっていただければなというふうに思います。そしてそれ以外の部分なんですけど、この曲はですね、もう本当にノーギミックと言いますか、もう決めみたいなものはねもうないんですよ。淡々と言って、でさっきも言ったけど止まるっていうのがあります。止まるときは例えばただのこうカッティングで繋ぐみたいなのがいいかなと思うんですけど、その、元の原曲聴いてもすごくこのなんですか、エレクトリックミュージックなんでビートだけカチャカチャ残ってたりするの、あの感覚をなんとかこううまく再現したいなという感じで、コードを弾かずにカッティングで繋いだりっていうのもあるんで、ちょっとその動画のニュアンスでガズさんのあの感覚を掴み取っていただけると、なんとなくああなんかこういう感じかっていうのを分かっていただけるというふうに思うんですけど、やっぱりなんと言ってもね、これ何回も言うけど、今日これ歌がめちゃくちゃなんつうかな、難しい上にこの言葉のリズムとこの16ビートとカッティングのリズムがどれだけこうガッとこうシンクロするかっていうのはすごくやっぱテーマだと思うんで、早くなりすぎちゃってもいけないし、なんかねちょっとでもねちょっと力入ってると、これ皆さんこの16ビートのチャンのカッティング、このスピードではですね、弾き終われないと疲れちゃって、だからこれ力を相当抜かないとなんですよ。で打
力してここで歌っていく。これはだからね、音程の低い高いもあるし、裏声も出てくるし、なかなかこれはですね、相当もう脳みそがもう活性化しちゃって、ガズさんもちょっと今、カッカしてる状態ですけど、ね、やっていこうと思います。はい。これでもね、歌一回聴いちゃうとなかなか忘れられない、最初のね、踊る暇があったらっていうところなんかもうなんかずっとぐるぐる頭回ってる曲なんでね、このなんていうかもう新感覚の不思議な曲、でもすごく哲学的でね、なんかちょっと考えさせられるような不思議な歌詞の世界観だなと思って、やっぱそういう世界観も丸めて、やっぱ一曲歌い上げていくっていうのがいいと思います。さあ、それではやっていきましょう。エジソン水曜日のカンパネラ、かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー。踊る暇がたら発明して、歌う暇がたら発明して、ライブの吹き抜けて発明して、そんな発明を俺はなる。いやめちゃめちゃすごいねこの曲。あのもう16ビートのチャットカッティングでやったらもうすごいなんかこうビシビシきますよね。そこにやっぱ歌の言葉のためにビシッと合わさった時は気持ちがいいけど、それはもう皆さん聞いていただいて分かったように、これは簡単じゃないですから、ちょっと時間かかるかもしれないです。でもこのね不思議な魅力たっぷりのこれ思わず歌いたくなっちゃう曲ですからね、ちょっとねあの体リズムでを体で全体でこう取ってですね、楽しみながら練習していきましょう。さあ、ちょっとお知らせです。ちょっと冒頭にもお知らせしましたけど、ガズレレ2年ぶりのイベントということでご紹介させていただいてるんですけど、本当ありがとうございます。9月の9日と、9月の9日の東京吉祥寺と、10月21日の大阪、梅田なんですけど、ソールドアウトです。皆さんありがとうございます。とはいえ、まだ、あと3回以上、まだチケット予約受け付けておりまして、旅に出ましょうよ。まず8月18日、仙台です。皆さん、ずんだ餅と、牛タンと、笹かまぼこを食いに、グルメツアーと一緒にで、いや、なんか来るのはいかがでしょうか。夏休み中ですよ。8月18日。9月の2日は名古屋です。名古屋といえばもう手羽先とですね、あと台湾ラーメンとですね、食べ物ばっかりなんですけど、ウイローとかありますからね。はい。で、11月2日は横浜です。横浜といえば中華街だとかね、いろんな美味しいものありますから、中松とかまで行くとね、もうおしゃれな店も行ったし、そんな感じで他のものとこう抱き合わせでこうガズレレツアーと参加するのいかがでしょうかということで、ご案内中です。概要欄にリンク貼っておくんで、ちょっとしっかり
見といてください。あとそれとこの本ね、紫色の新しい、簡単ウクレレソングブック4も大好評、新発売になりましたんで、はい、100曲入りのもうね名曲ゾロです。こちらもゲットの方よろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さん、まずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とか、あのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またねオリジナルとデザインされた見やすい楽譜になってます。とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレドットフ、このホームページを見てくださるといろんなものがね載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと最近ガズがもう一個始めてるピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃうガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、ウクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方であっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。